皆さんこんにちは、こんばんは。ビーツライターの小吹貴文です。アートの小吹締め第52回の配信をこれから行います。すっかり暑くなってきて、私もそろそろ衣替えをしないといけないかなと思ってますが、皆さんいかがでしょうか。それはさときですね。今回なんですけども、通常でしたら前半のテーマ1で私の展覧会リポートをお届けして、テーマ2で、作家なり画廊の方なりのインタビューをお届けしてるんですけども、今回はそのインタビューをちょっとお休みして、後半でも、展覧会のリポートを行います。というわけで、前半が画廊の展覧会いつも通り紹介して、後半は、美術館の展覧会、ちょっとこの間私が取材をしていたんですけども、紹介できなかった美術館の展覧会をまとめて紹介いたします。では前半のテーマ1から始めます。画面切り替えます。はい。テーマ1、ウィークリーレビュー。この1週間に見た展覧会より、私小吹がこの1週間に取材した展覧会から、精選したものを、リポートいたします。今回ここで取り上げなかったものに関しては、私個人の SNS で、データだけですけども紹介しているので、よかったら Facebook、Twitter で見てください。では行きます。これは、梅田の道山町のですね、ワイアートギャラリー。こちらでですね、伊予田、光一さんと豊永裕樹さんの二人展、アンジェリコ天使論というのを4月16日までやっています。作品はこういう感じで、ですね、これ、左が、豊田さんで、右が伊予田さんだったかな。それでですね、伊予田さんはですね、横浜在住の作家さんで、1976年生まれですから、何歳だ ?40 代っていう感じですかね。で、油彩画、鉛筆画、銅版画なんかをやっていますね。非常にこれ、伊予田さんですね。これ豊永さんか、ごめんなさい。それで、これが伊予田さんだったかな。ちょっとごめんなさい。すいません。ひょっとしたら間違えてるかもしれない。ごめんなさい。まあ、どちらにしても、具象の画風で、非常に、画力の高い作家さんの二人展ってことですね。で、豊永さんは、福岡県生まれで年齢は不詳で、オールドローズ愛好家で植物画家として活躍していて、一方古典外科の技法にも精通しているということですね。で、今回この二人に天使をテーマに作品を作っていただいたということで、これも会期がかなり後半になってるんですけども、人気作家なので、4月7日まではですね、作品の販売に関しては、抽選制を取っておりましたですね。7日までにほとんどの作品は売れているんだと思いますけども、8日以降の売れ残っている作品に関しては、抽選制ではなくて、先に、買いたいといった人から販売していくという形でした。ギャラリー16ですね。こちらで目をつむる写真展、滋賀京都2022境界を越えてという展覧会を4月23日土曜までやっています。途中月曜日がお休みです。これ企画、なるみ健一って書いてるんですけども、どういうことか説明いたします。この展覧会はですね、一般社団法人バリアスコネクションズっていうのを立ち上げた成美さんがですね、この団体はアートと写真と福祉が交差する場っていうのを目指して設立されたんですけども、この方が企画した展覧会で、年齢、性別、国籍、障害の有無を問わず様々な人に目をつむった写真を撮らせてくださいというふうにお願いして、それがたくさん並んでいるってことですね。この1枚で88人だったかな。で、それが3枚だったので、まあ260人ぐらいの、写真が並んでいると。で、これ本当はちょっともうちょっとアップで撮りたいなと思ったんですけども、これ写ってるの全部一般の方なんでね、作家さんは一応全員こういう風にメディアに乗ることに対して了承を取っているとはおっしゃってたんですけども、まあちょっとそれでもあんまり個人が特定されるのはよろしくないなと思ったので、ちょっと引きの画像だけを使わさせていただきました。で、まあ目をつぶっているっていうのはですね、まあ非常に 無防備な状態であり、また名目しているというか祈りを捧げているような感じも見えるんですけども、こういう写真をたくさん見ることによって、人と人のつながりを、見直したりとか、見えないつながりに気づいたりとか、まあそういうつながりを意識してもらうということを、テーマにして展覧会をやっているということですね。で、この展覧会はですね、今京都市内で行われている京都グラフィーっていう写真祭があるんですけども、それの、サテライト企画の KG プラスの一環として行われている展覧会でもあります。はい、じゃあ次行きます。次はですね、ギャルリー宮脇。これは手山町通り2条を少し上がったところで、
有名なお茶の一方堂というお店のすぐ隣にあるんですけども、こちらで、西村一世展、ディアドクターナウマン、休憩ナウマン博士殿という展覧会を4月24日日曜までやっています。途中月曜日がお休みです。作品はこういう感じで非常にこうニューペインティングとか抽象表現主義を思わせる、ちょっと激しい熱い絵画なんですけども、この方は、名古屋に住んでる作家さんで、2011年から宮脇さんで個展を行うようになりまして、今回がまあ10回目ってことですね。で、まあ見てお分かりの通り非常にこう、なんていうんですか、エモーショナルっていうかですね、自分、人間のこう内側の奥の方に、潜んでいるこうプリミティブな感情であったりとか衝動であったりとか、気持ちっていうのをですねこうむき出しにするような、そういうようなすごく迫力のある作品ですね。あと特徴はですね、例えばこの左の絵な黒い絵なんですけども、下の方だけちょっと違う白い画面が見えるんですけども、一旦描いた絵の上にですねどんどん上書きをしていくようなところがありましてですね、この作品なんかも一旦解体の上から黒い布か紙かをもう一回貼ってですね、さらに絵を描き加えていると。でこの真ん中の作品とか右の作品とかも同じですね。だから絵画もどんどん上書きされていくんですね。で上書きされていくんですけども、それでものすごく複雑な画面ができるんで、画面というか、まあ、レイヤーができるんですけども、それがお互いにこう、交錯しながらも主張し合っているということで、ますますパワーが増幅されるっていう感じですね。であとはこれはまた別の角度から撮った写真なんですけども、この一番右手のあの青い作品なんか見てもらったら分かるんですけども、指示体と布の間にですね、小さい絵画とか箱とかそういうのをどんどんこう詰め込んでいって、ここの画面を作ったりとかですね、この一番手前の作品も、キャンバスの上からなんか紙の塊みたいなものをこう貼ってですね、さらに布地を貼って変形してるんですけども、そういうようなことをねどんどんやっていく人なんですね。で、この、なんていうか、これが2階の展示ですね。2階の展示なんかはちょっとこう、具体の作品みたいな風に見えるやつもあったりとかですね。で、この右手の黒と黄色の作品は、なんかぬいぐるみが実は貼ってあるんですね。ちょっとこの写真では見えにくいかもしれないです。黒いところに、なんかぬいぐるみが貼って、真っ黒に塗ったぬいぐるみが貼ってありますね。で、この、ナウマン博士というのが、なんでこれの展覧会に出てくるのかというと、ナウマン博士というのは、明治時代の日本に来たお抱え外国人の一人で、まあ、ナウマン像を発見したりとかですね、あと、フォッサグマグナっていう有名な、地溝体がありますよね。それを、発見して命名した人なんですけども、そのナウマン博士がフォッサマグナを発見したときにですね、非常に驚いてですね、なんか一文を残してるんですけども、それがですね、まあ、我々が彼の作品を見た時の驚きに通じているっていう、そういう意味合いで使ってるんじゃないかなと思いました。そのナウマン博士の言葉っていうのはですね、このポスターというかチラシの方にも書いてあるので、それを見ていただければこの、意味がわかると思います。はい、じゃあ次に行きますね。次は、三条通り、寺町通り三条上がるですね、こちらにあるギャラリーヒルビエートの1階で桜井悦喜作品展、これが4月17日までやっています。作品はこういう感じで、だいたい3種類ぐらいの作品があるんですよね。この右手の作品はまあ 水墨画ですけども、それを一点ではなくてですね、描いたものを商品をこう組み合わせてコラージュみたいにしている作品ですね。で、このカラフルな正方形のグリッドの作品はキャンバスに描いた絵画で、その周りにあるちょっとこう金色っぽい色のいろんな形のものがですね、100均なんかで売っている工作用の粘土ですね、まあ、紙粘土とか、まあ、いろんな粘土がありますよね。そういうものを何粘土かまでは聞かなかったんですけども、まあ、100均で売ってる粘土って言ってましたけども、それを使ってこういう指示体を作って後で色を塗ってると。で持つとめちゃくちゃ軽くてびっくりしましたけども、おそらく紙粘土の類だと思いますけどもね。こういう、この3種類の作品でこういう空間構成をしているという感じですね。この不定形の小さいこの紙粘土の作品ですね。これがやっぱり非常にこう効果的に空間に作用しているというか、華やぎとか軽やかさを与えていると思いましたね。あと、これが一番天井高の高い、一角があるんですけども、ここにこういうふうに縦長にですね、配置していて、この展示がとっても、この空間にマッチしていてよかったですね。こういう、3種類の作品で空間を構成していると。なんていうか、まあ、結構年配の女性の作家さんなんですけども、この物を作るというか創作の喜びっていうか、そういうのがすごい感じられる展覧会でしたね。は
はい。で、このギャラリーヒルゲートの2階では、三田村画像展っていうのを4月17日までやります。この画像だとちょっと薄暗い感じなんですけども、本当はもっと明るいですね。で、作品は見てもらってわかるんですけども、非常にカラフルで、グラフィカルな作品で、ちょっとこう晩年のマチスを思わせるですね、ところもありますですね。マチスが最後に、切り絵をやった時の感じですね。で、それに近いものがあるかなと。で、絵の具はガッシュで、この人はやっぱりマスキングを使っていてですね、色と色が全然こう混ざらないようにして、マスキングして色をつけていると。なので、非常に発色が鮮やかでですね、まあ、色彩がこう、なんか賑やかにこう、光景を奏でているというような、そういう感じの作品でした。この方も結構ベテランの作家さんでしたね。はい、続いて、同時代ギャラリーですね。同時代ギャラリーと同時代ギャラリービスの2部屋を使って、村山春奈個展グローバルワールドというのを4月17日までやっています。作品はこういう感じですね。ちょっとこう、ぐにゃぐにゃぐにゃっとした線が特徴の日本画なんですね。で、この方はですね、10年前に同時代ギャラリーでやって以来の個展ということで、私以前の個展すごくよく覚えてるんですけども、それから10年も経ってたのかってびっくりするぐらい、つい3、4年ぐらい前に見たような印象を持ってましたけども、実は10年経っていたんですね。で、今回の作品、これは今までで彼女が作った作品の中で一番大きな作品ということですけども、天地が 約2.5メートルで、左右が約5メートル。160号だったか130号だったかのパネルを6枚つないで作っていますね。で、これはですね、大阪湾のですね、ちょうど天保山の方から大正区の方に、渡る非常にこう、背の高い橋があるんですけども、その、てっぺんのあたりから見た、港湾風景で、これセメント工場というか、そこの風景ですね。で、今回は全部こういう港湾のですね、船とかですね。まあ、これなんかそうですね。これは神戸港で描いたそうなんですけども、コンテナ貨物を満載した、輸送船を描いてたりとかですね。あとは、まあ、これは別の、ビスの方で展示している、紙の商品なんですけども、こういうものもあるんですけども、基本的にはこういう港湾風景を描いた、対策をメインにした、作品ですね。あと、この作品でちょっと面白いのが、こう真ん中から右手、右下に向けてですね、スーッとこう斜めの線が走っていて、そこがすごい色とりどりの線で、見えるんですけども、これがですね、実はですね、偏光シートのテープを貼ってるんですね。箔のようにして貼ってると。他にもアルミ箔を貼ってる部分というのは実は結構あるんですけども、この偏光シートを使う、なんか偏光シートって光の当たり方によって、こうスペクトルのようにこう七色に光るようなものなんですけども、それをですね、箔のように使っているっていうのが、最近の新しい動向であるということですね。あとこの作家さんは以前はまあ京都にお住まいだったんですけども、今淡路島の方に移住してですね、自宅兼アトリエを構えてそこで制作していると。この10年の間にですね、作家活動だけで生計が立つようになったそうでですね、まあ、それもあって淡路島に思い切って移住したということで、まあ引っ張り、まあ人気のある作家さんだということは分かってましたけども、非常に作家生活を充実しているんだなということが伺い知れました。まあこれもやっぱりすごく見応えのある作品ですね。はい。この商品では他になんか釣りで使うルアーとかですね、そういうのとか、あと、黒猫ヤマトとか、そういう宅急便のトラックとか、そういうものを描いた作品もありましたですね。で、あと同時代ギャラリーのコラージュプリスっていう小さい部屋ではですね、石から始まるっていう展覧会を同時開催しています。これも4月17日までですね。見ての通り写真と焼き物の展覧会で、写真が宇佐美有方という方で、陶芸が野々村直子さんですね。この二人、まあ、いとこということですね。まあ、共演するのは初めてということで、宇佐美さんは、これはですね、まあ、パンデミックより以前に出かけたアイルランドのですね、アラン島っていう島があるんですけども、そこにですね、そういう石を積み上げた、古い、神殿の跡とかですね、住居跡とかそういうのが残っていて、それを撮っている、フィルム写真ですね。で、野々村さんはこういう作品でこうちょっとこう、束んで、なんか柔らかい質感の立方体であったりとか、人型であったりとかを作ってるんですけども、この宇佐美さんの写真に、こう、瓦礫みたいな、石みたいなのがいっぱい積み上げた風景が出てくるんで、この白いちょっとお餅みたいな肌を持ったですね、立方体のうにゃっとしたのは、この宇佐美さんの作品とある程度こう、寄り添って出してきたんじゃないかな、というふうに思います。
ちょっと駆け足でしたが、テーマ1は以上です。はい、続いてテーマ2です。テーマ2、普段はですね、アーティストとかギャラリストとか美術館学園のインタビューをお届けしているんですけども、今回はそうではなくて、先ほどのような、リポートの美術館編というのをお届けします。この間私結構ギャラリー以外にも美術館の、展覧会の内覧会とか記者発表とかに参加しているんですけども、ちょっと基本的にはテーマ1は画廊の情報を優先しようと思っているので、情報が溜まっていたんですね。でちょうどこれからゴールデンウィークに入るということで、ゴールデンウィークのお出かけにもお勧めできる美術館の展覧会をまとめて紹介したいということで、今回はこのような形を取らせていただきます。では行きます。まず大阪の展覧会ですね。大阪中之島美術館で4月9日から始まったモディリアーニ。というわけでですね、今回ちょっと変則になりましたけども、アートの昆布締め第52回配信、これにて終了いたします。この特に後半の美術館等の展覧会はですね、ゴールデンウィークの期間も見られるものばっかりなので、ゴールデンウィークにどっかに出かけようかなと思っている人はですね、ちょっとこの今回私が紹介した展覧会もですね、候補に入れていただいてですね、ご検討していただければありがたいなと思っております。そのようなわけですね、第52回配信はこれにて終了いたします。第53回の配信は4月21日木曜日の午後7時からとなっています。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。